幻獣の力と能力を混合させただと。そうよ、どうせ質問が多いだろうし、私から話すわ。私は、どうすればみんなを救えるのか、どうすれば成長できるのか、そう聞いたわ。だけど、悪魔としての道を突き進む、それが幻獣様の答えだった。悪魔の道を選ぶということは、悪として染まらなければならないということ、コアの魔獣化とは違う、破壊と殺戮の化身。これはね、感情をコントロールすればいいという問題ではないの。魔力の暴走に近いわ。そしてその力に飲まれてしまえば、今のコアのように暴れてしまう。一度魔界で暴走したことがあってね、今なら多分コントロールはできると思うけど、正直、もうあんな自分に戻りたくなかったのよ。それに、そんな姿をみんなに見せたくないし、もし失敗すれば、わかるでしょ。それで、幻獣の力っていうのはなんだ？私は、本来あるべき自分に戻ることを決意したわ。だけど、私の迷いを感じ取ったのか、幻獣様がこう言い放ったのよ。君に力を貸してあげるよ。その代わり、君にとって最も大切なものをもらう。それって、あの人形だよな。お前にとっては大切な友達だろ。そうよ、あの子が私を孤独から救ってくれた。だから断ったわ。そしたらね。後悔はしないね。人形のために仲間を犠牲にするのかな。この人形は、私にとって大切な友達です。友達のために、友達を売るつもりはありません。ふふふ、合格だ。え？人形は人と同じ。心を宿し、思いも宿る。私にとって、人間も人形も変わらない。同じように愛している。どちらかの犠牲は考えていない。君がどっちを選ぶのか、新たな試練として答えを聞きたかった。それじゃあ、力を貸してくださるんですね。だけど、君の人形の魂を解放させ、君に力として宿らせる必要があるんだ。それでもいいかな。待ってください。それじゃあどっちにしろ。安心して、アリス。私は人形を愛してるって言ったでしょ。力のために犠牲にしたりはしない。宿すために、新たに生まれ変わってもらうんだ。生まれ変わる。そうだよ。しばらく会えなくなるけど、きっと違う形で君に会いに来るだろう。だから、会えることを信じて、楽しみに待っててあげてよ。わかりました。お願いします。それで、力を貸してもらえたと、つまりはその人形の魂も、アリスの中に宿ってるってことか。力としてだけね、能力という力だけを宿らせることはできない。だから人形の魂を器として私に宿らせたのよ。それに、私悪魔だし。お前。どうして泣いてるんだ？別に、ずっと離れ離れになるわけじゃないんだろ？お前のおかげでよ、私やパチュリー、そしてコアが救われたんだぜ。それに、犠牲になったわけじゃないし、お前の力になれたなら、そいつも嬉しいんじゃないか。いえ、きっと私を恨んでると思う。約束を破ったから。私が、これからどんな人と出会っても、どんなにたくさんの人形を作っても、あなただけはって。きっと、私を許してくれないわ。ずっと、私のそばにいてくれたのに。私は。だったらよ、直接謝ればいいじゃねえか。生まれ変わって会いに来てくれるんだろ？だったらお前の思いをぶつければいい。許してくれると、思う？許してくれるかも、怒ってるのかもわかんねえけどよ、直接会って話さなきゃわかんねえだろ。だから今考えたってしょうがねえさ。そん時は私も一緒にいてやるからよ。泣くんじゃねえよ。お前は笑ってる方が私は好きだぜ。ありがとう、マリサ。ああ。それじゃあ、美馬様が帰ってくる前によ、いろいろ聞かせてくれよ。新しい能力や、幻獣について。うん、任せて。お前もなんか聞きたいことあんだろ、パチュリー。そうね、特に幻獣なんかは。よかった、目を覚ましてたのね。回復ありがとね、アリス、助かったわ。うん。それと、私たちのために、ありがとう、アリス。あんたがもし悪魔の魔力で暴走したら、必ず私とマリサ。いえ、みんなで必ず助ける、絶対にね。魔力の暴走で私たちが傷ついたとしても、それはあなたのせいじゃないわ。だから、何があってもあんたを見捨てたりはしない、離れたりしないわ。嫌われるとか、孤独になるとか、バカなこと考えるんじゃないわよ、いいわね。うん。マリサ、ちょっと起こしてくれる、体が固まってて動けないのよ。しょうがねえな。私、何を怖がってたんだろう。今までずっと見てきたのに、知ってるはずなのに、どうして仲間を信じて。違う。私が、自分から逃げていただけじゃない。まだ、過去の自分を引きずって。もう、逃げないわ。もう昔の自分とは違うのよ。自分と向き合って、しっかり立ち向かうのよ。怖がらなくていいのよ、私には。アリス、聞かせてくれるか。私たちも強くなって、仲間を守りてえからよ。え？心強い。仲間がいるんだから。二つの世界とは、人間界と幻想郷のことですか？そうだ。それがなぜ、NO の寿命に変化が。変化があったわけではない。人間界と幻想郷をつなぐ扉が開いてしまっているだけだ。それは、幻想郷を作り出した時にできた空間ですね。しかしそれでも寿命との関わりが。
もともとはあいつらが成長するために作り出した世界だ。六神やあなたに立ち向かう世界線を作るためのですね。二つに世界が分かれ、同時に人間や妖怪も分かれた。そして扉は、巫女の力によって守られていた。しかし、深海から来たセイレーンとハエンとの対決によって、巫女が封印されてしまった。それで扉が開いてしまったんですね。そうだ、しかしその戦いによって、人間界側の扉が海に沈んでしまった。あの白霊神社にある鳥居ですか、確か二つずつありましたよね。入り口と出口の役割を果たしていたが、その片方が倒壊した。ふむ、バランスが乱れ、通り道に歪みが生じているんですね。MO はそこから来たわけですか。そういうことだ、いろんな人間が迷い込むであろうな。巫女の力がかすかに働いているなら、人間はともかく、悪い妖怪は出入りできないでしょうね。そこは安心しましたが。歪みによってできた時空間、過去や未来に出入りできてしまうのは問題ですね。何を引き連れてくるか。過去や未来に行けるのは入り口のみ、出口は元の場所に戻る。それをもし知っている者がいれば、悪用されるのでは。そうだな、逃げることも、過去や未来を変えることも、何かを隠すこともできる。幻想郷側が人間界に向かった場合でも、過去や未来に繋がってしまうんですよね。そうだ、そのものにとって入り口なのか出口なのか、それによって役割が変わる。なるほど、ハエンは人間界に隠してある可能性がありますね。出口に入り込んでしまった場合、追うことは不可能。ですが、どうやってイザヨイ咲夜を連れていく気なんでしょうか。NO は戻れたとしても、イザヨイ咲夜は別世界に繋がってしまいますよね。あらかじめ自身の中に取り込ませて通るという方法はあるが、体が弱まっているあいつではそれはできない。おそらくは持ち運びできる空間を作り、中に入れて通る気だろうな。なるほど、かなり賢い方ですね。だとしても、一体どうやってそれだけの情報を。当時予言者と呼ばれるものが存在していた、あらゆる情報や結果を知ることができる。レミリア、スカーレットのような力ですか。運命を見る力ではない、あらゆる世界線で起きた出来事を記す能力だ。つまりは全ての歴史だ。まあ、ハエンの居場所が決まったわけではない、あいつらがどう動くのかにものだな。そうか、わかった。ルカ、やっと来てくれ。急ぎか。ああ。ねえ、昨夜とカメイリンは、ゴアやココアも来てないじゃない。昨夜さんは来てますよ。今は何してるのかわかりませんが、メイリンさんは多分門番ですね。ゴアさんとココアさんもどっかで修行中だとお聞きしてます。全員居場所が曖昧じゃねえか。どうなっとんねん。それと、ゲノバが仲間になったって、それ本当なの？はい、ルカさんたちの説得のおかげで、なので仲良くしてくださいね。まあ、今は好き嫌いとか言ってられないわね。全員力も能力も半減以下、こんな状況を狙われたらまずいことになるわ。そっか、チルノちゃんだけはまだなんだ。はい、今ゆかりさんが冥界に事情を説明しに向かってます。いい返事をくださるといいのですが。こんな時に何もできないなんて、またみんなで集まって遊びたいのに。いろいろ不安ですけど、きっと大丈夫ですよ。チルノちゃんは最強ですから。そうだね。ねえ、師匠は？さっきニトリのところに向かったよ。あんたは、ちゃんとやってたの？当然さ、冷戦なんかいなくても余裕だったね。そっか、じゃあいなくなっても問題ないね。ごめん、冗談だから。さて、この問題をどう解決するつもりかしらね、ニトリは。さすがに私たちにはどうにもできない問題ですからね。エイリンさんとニトリさんに任せるしかありません。あんたつくよみ側につくんだろ、かぐやから聞いたぜ。え、どうしてそれを。あんだけ近くで話してたら聞こえるわよ。すみません、こればかりは。別にいいのよ。つくよみの問題は四つ湯だけのことじゃない、月の者全員に関わる問題よ。裏切ったのは地上の者たち、最初に仕掛けたのはあっちよ。仕打ちを考えれば復讐は当然、そううやむやにできることじゃないわ。お前、四つ湯に何があったのか知ってるのか。エイリンは自分の仕事に没頭してたからね、あまり知らないことが多いでしょうけど、私は本人から全部聞いてる。私が代わって殺してやろうかと思ったわ。月の連中は別に好きじゃないけど、四つ湯だけは別よ。今のみんなも好きだし、私的には、どっちの味方とも言えないわ。それと悪いけど、四つ湯の過去は話したくない。思い出すだけでヘドが出るのよ。わかった、これ以上は何も聞かねえ。やはり心を読むことくらいで、他はからっきしダメですね。私も全然ダメです。もともと攻撃的な能力は大きな力を使います。こういう時は発動することすら難しいのかもしれません。小石様はどうなされたのでしょうか。綺麗伝ですかね。そうですね、ずっと家を守ってくれてるんだと思います。帰ったら元気な姿を見せて安心させてやりましょう。はい。なんだい、エイリン、話というのは。あの略趣味についてお話があります。何かわかったのかい。実は帝に聞き込みをしてもらい、人里の皆さんから得られた情報なのですが、気になった私も、直接お話をお聞きしまして。それで、不可解な出来事、と言いますか、とても信じられないようなことです。
突然の体の痛みや、原因不明なし、まるで、未知のウイルスに感染されたかのような。なんだそれは、それで結果はどうだったんだ。診察してみましたが、全く原因がわかりませんでした。ただ、これだけはわかりました。願いなど叶っていないと。叶っていない、どういうことだ。大妖精が言っていた、不幸というものが訪れたってことか。いえ、違います。この結果を見るに、おそらく、あの女神の本当の能力は。まずい、もし書かれていることが本当なら、